こんにちは。前回の動画で、ブロック崩しを作ったんですけど、パドルの形についていっぱいコメントもらいました。そこで今度はこんなものを作りました。じゃじゃん、3次元ブロック崩しです。パドルの形状は皆さんの意見を反映しました。これで、玉がパドルに当たる位置によって跳ね返る角度が変わって面白いです。さらに、わかりやすいように、失敗した時に下の面を赤くするようにしました。そしてこれ、とんでもなく難しいです。今はキーボードで操作しています。ただ、キーボードだと、ちょっと操作性が良くないし、直感的ではないですね。特に、上下の球の動きに対応するのが難しいです。カメラをどこに置けば良いのかも悩みますね。今度は、直感的にプレイするために、マウスでパドルを操作してみます。これなら余裕でしょうと思いましたが、やっぱり難しいです。なんというか、球の距離感とかわかりにくいですね。それでもキーボードよりかはうまくできます。残念失敗、ブロックもあまり壊せませんでした。玉がブロックの奥側に入れば、一気にたくさんのブロックを壊せますね。ということで、私では到底、クリアできそうにないので、また人工知能さんを学習して、クリアを目指したいと思います。今頑張って作っているので、次の動画までお待ちください。